にちは。こんにちは。はい、今日は、はい、チーズフォンデュ作りたいと思います。はい、はい、定期的にあの食べたくなるやつ。はい、であの鉄板買ってるんで、うんうん、ちょっと鉄板にこうわーって並べて焼いて、はいはい、その横でこうつけたらなんかちょっとかっこよさげじゃねえと思って。なるほどね。チーズはどうするんですか。なんかスキレットかなんかにこう置いて、はい、鉄板の上ポンと置いておくとか。なるほどね。はい、了解です。それで、はいはい、作っていきましょう。はい、はい、まずはもう食材切って、はい、切るだけよね。じゃあ焼くんだったら、うん、そうね、茹でなくていい。でアスパラとブロッコリー茹でといた方がいいのかなっても一瞬思ったけど、どうやろ。茹でてから焼くけ。茹でてこう置いた方が、茹での方が火はね、通るでしょうね。一瞬ブロッコリーとアスパラだけ茹でて持っていきますか。はい、じゃあね、いろいろ悩んでさ、はい、なんかせっかく鉄板とかでさ、うん、やるからと思って、はいはい、いいですね。ただ隣で焼いて食べるだけ。ちゃんと3枚あります。これ3枚は無理やろ。いけるやろ。いける。これももう一気にジャーッと焼いて、はい、そこで切って、はい、しよっかなと思ってます。はい、じゃあまずブロッコリーの一番美味しいところを、はい、ここによし、お湯が沸かそうだね。硬いからね、周りをね、こけってね、芯も食べてあげるとね。芯っていうのかな、これ。芯でしょうね。芯やろね。全部芯よね、でも。芯ではないと思う。ああね、はいはいはい。すまんね。はいはいはい。だろうな、鉄板。ウリース。ウリース。チーズフォンデュいいよ、鉄板ね。マジで鉄板フォンデュです。誘って美味しかろ、絶対美味しかろ。誘ってどうしようかな。練習してこい。誘ってね。やった、はい、食べ終わったら読みますね。ちょっとスキレット探していくんね。はい、よし、これ食えるはず。これでブロッコリー美味しいですもんね。うまい、大好き。食感大事やけんね。うん、本当に。で、アスパラ、あ、アスパラもこれぐらいなのね。ほら、ちょうどいい深さんともあった。おぉ、こいつ、お、いいじゃん、太くて白いアスパラ。うん、なんかちょっと若そうに見えますよ ね。でもこのさ、根元が硬いというよりも、うん、その固体固体よ、うん、やもんね。あとあのこのキュッてなったやつ、うん、残りますもんね。細いのでも硬いのは硬いし、うん、だからまあ食べてみないとわからないです。はい、あ、ふねおくん、これはニンニク入れようか。こういってでも茹でる一回。そうだね、うん、確かに絶対うまい。それもう長いこと言う。材料は牛肉、ブロッコリー、アスパラガス、ウィンナー、ニンニク、チーズ、はい、とフランスパン。そう、はい、はい、でこれ、はい、芯も入れておきます。まあ 100% あの芯はもうただ児玉さんが食いたいだけの話のあとね、だってブロッコリーさ、この辺もいい、落とすやん、結構落とす落とす、うん、着物。いやどういう食い方しよんの。いやいやいや、一番美味しいところやん、そこが。3分の2やけん、やっぱり切る場合普通嘘やろ、ブロッコリーの、うん、外れるやん、もう3分の2が切った。違う、この3分の2が切ろうぜっていうようになって3分の2切ったらほら、もう外れるバラバラになるやん、枝だけになって。あーねって言ったら意味が分からんもん。あとなんか鍋にね、ニンニクがこうつけとったら横らしか。何になんでか知らんけど、鍋よりも自分の手につくんじゃん。はい、太い、はい、茎部分も先に。はい、チーズに片栗粉をまぶしとったらいいって書いてあった。うーん、先になぜかは知らん。分離とかの場合あるかな。混ざりきらんとじゃないですか、あの後入れすると、そのそこにボトって溜まってしまって、うん、なるほどね、液体じゃない。あー、ここだとチーズのものができる、うんうん、よし、残りの野菜を入れます。はい、はい、で、今日は2種類のチーズを混ぜて使いたいと思います。はい、なんか大さじ1杯ぐらいって書いてあった。はい、はい、ぐちょぐちょになったブロッコリー美味しくないちゃん。わかるね、うん、ギュッギュッて、まあ、こういうのはね、
やっぱりブロッコリーはチーズよりマヨネーズが美味しいんじゃないの。そのまんま。やめとけよ。マヨネーズ出す。それ本当にブロッコリー。どうやろうね。食いはない。マヨネーズで一回食いと。似たような見た目しとるけど色も。やっぱり一回どっちが美味しいかやっぱり。これね。はい。違う。はい。それかもうブロッコリーかもわからん。来ました。どうやった？美味しかった。食感はちょっとやばい。やばい。あ、入れすぎた。くさーうん、フォークはちょっと柔らかい。ちょこっとね、ここに重点を置きすぎたね。なんじゃいかんじゃいるけん。あの、もうわからんのやつ。でも根元美味しいよ、ちゃんと。じゃあお外ですかね。はい、そうですね。はい、行きましょうか。じゃあお外へ出てこう。はい、チーズのあれを作ってください。はい、もう、はい、多分熱全然いいやろうけん、うん、このまま行きます。はい、先にちょっと牛乳入れまして。牛乳を入れてこれ焼きますよ。じゃあガーリック、はい、焼いたら香ばしく、はい、焼いていきますか、いろいろと。はい、ポロン。パンはどうやろう、焼かんがよかかもしれないですね。油の吸い込んで、うん、吸い込むかな、うん、旬でトースターが良かったかな。うん、まあでも夜間でもいいと思うよ。夜間でも俺は好きよ。あ、はい。じゃあ肉も置いとくよ。取っておいちゃって。ザーン、確か黒い方がトリュフで、焼いた方がない。クイーンコンソメ。コンソメか、うん、どっちがよか。キング上、まあどっちでも半々でもいいし。キングトリュフ、トリュフ、キントリ、キントリへ。うい、はい、うまそうやん。うん、ちょっと引き返すよ。はい、おいしょー。えーい、あー今がうまいんじゃない。今が、うん、今がチーズサンド、ビーチーズはどうかな。ちょっと溶けてきた。ちょっと溶けてきたくない。きたね。じゃあこれちょっと避難さずいよ。はい、はい、焼けすぎたらいけんね。焼けすぎちゃったけんね。うん、これ溶かしても避難は来んよね。お、お、なんかチーズフォンデュってマジ定期的になんか食べたくなるっちゃうね。そうなの。うん、ちょいちょいあのお店とかで頼むもんね、やっぱ。あ、これもうちょっと牛乳入れたらよさそうね。ただのチーズの塊になってるね。もうちょっと牛乳入れよう。はい、うちはね、あの、はい、なんだろう、こうやって開けるタイプの。あ、前にでも食べたね。ああ、そうですね、児玉さん家でいただきました。あの、できてるじゃないけど、そうそうね、あの、あれは児玉さんの娘さんのお誕生日やったかな、で出たってやったかな。でも美味しかった。じゃあちょっとお肉をもう一度復活させます。はい、はい、よいしょー。うまそうね、マジうまそう。できましたよ。うわー、うまそう。もうできたよ。パン、鉄板で焼いた。ちょっと胸ちょっと切るの待ってくれ。俺買ったっちゃう、それ切るやつ。そうなの。じゃあ食べますよ。はい、はい、じゃあ食べちゃってください。はい、俺が一番食べたかったやつです。ちょうどブロッコリーの根っこ、ブロッコリーつけます。はい、これいいね。これは楽しいね。これいいね。あ、うん、これはめちゃくちゃ楽しい。ただしばらく食えんな、俺にはこれ。なんか肉いこう、肉ガバーつかけるね。よいしょ。あら、うん、海に沈んでった。おいしい、おいしい、うまっ。いやいや、おいしい、センキュー、センキュー。あー、おいしい、めちゃくちゃうまい。うまい、うん、どうして茹でただけ。あ、かやあった。これアスパラ食べていい。どうぞどうぞ。あ、全部切り終わった、見て。あ、ほら、ほんとや、お肉切り。なるほどね。あー、じゃあ俺もちょっと肉。アスパラ美味しいよ。あっと、なそれ、いい、うわー、にんにく、ちょっと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 、肉切らして、はい、行くよ、行くよ。はい、どうぞ。なんそれ、なんそれ、なんそれ、あー、それいいやん、めっちゃいいやん、これ。てっきりチーズフォンデュ用のカツやつかと思ったっすね。あー、お腹減ってきるんだよ。これも切っていいかな、よく言うと。こうやってするやん、ほら、それ買っとったじゃん。岩井さん、これもお願いします。しょうがないね。おーい、
するやろ。やだっす。俺も食う。うまい。うまうまい。いやマジでいい昼ご飯ができた。うまい。パンとニンニクさんをちょっと。ニンニクがもう小さい。パン&うわ。おいしょー。これもパン&ニンニクさん。うわー。このチーズ美味しいね。うまい。専用のチーズみたいな、ね。涙が出てる。うまい。うま中ぎ、おお、うん、マジうまもんじゃ、もんじゃパーティーとかした後に、うんうん、あ、いいね。じゃあ、うん、次チーズフォンデュやろうって言ったらバクバク食べると、うん、フォンデュパーティー、うん、フォンデュパーティー、フォンデュパーティー、なんかとフォンデュパーティー、うん、確かにね、これだけやったらね、うん、そしたらじゃあ、あとは材料を追加で買ってきてもらってみんなで食べますか。じゃあまだ取り寄って。オッケーオッケーオッケー。追加があるけん俺。そうそうそう。ニンニクアスパラウインナー。アスパラセットやん。うまっ。うまっ。うまい。美味しい。熱い。楽しいなこれ。ということで。はい。鉄板でチーズフォンデューパーティーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。東京新宿で釣岡居酒屋やってますので、はい、ぜひ予約して遊びに行ってください。はい、グッズも、はい、販売とプレゼントもあります。これがプレゼントで、うん、あとは販売してるので、はい、ぜひ遊びに行ってください。はい、さよなら。バイバイ。